先輩、足がどうかしたの？いえ、踏んでもらえて幸せです。何足ばかり見てんの？すげえいい。お風呂入る。覗かないでよ。大丈夫です。僕はシャワーの音だけでご飯3杯はいけるんだ。ここは音だけ聞かせて年下の男子をもだえさせるのが余裕のある大人の女性のたしなみだと思うけどな。分かってるわよ、もちろん。その代わり一人で変なこと始めないでよ。変なこと？バカ、知らない。今のすげえ可愛かったな。